はい皆さん、こんにちは。中村貴子です。えー、本日は特別編ですね。まあ、の宣伝動画と言っておりますが、30日間、30日完成を使ってもう合格を勝ち取ろうと、えー、こういう話をしていきたいと思います。えー、と試験まで一月余りということですね。おそらくあの皆さん、この動画をご覧になるときには、です、ね、10月15日の試験まで、えー、あと一月、えー、余りということになると思います。えー、勉強は順調でしょうか スランプに悩んでいる方もいらっしゃると思うんですね。うん、ね今まで勉強してきたけれども、ですねなんか覚えたはずのことを忘れちゃってるとか、いろいろ覚えたんで混乱しちゃってる、こんな方も少なくないはずなんですね。えー、そんな方も大丈夫です。それから、えー、ほとんど何もしなかったって方もいらっしゃると思うんです。今年は合格したいと思って、ですねあの申し込んだけれども、ですね、まあ、仕事が忙しくてとか、い、ま、ろ、あ、んな勉強を忙しくてて、なかなか勉強は進んでない、そんな方もいらっしゃるはずです。 大丈夫です。30日完成を使っていただければですね、合格できます。この一冊を潰していただければ合格できます。あの試験っていうのはですね、やっぱりあの自分の合格を信じて諦めないということが大事なんですね。30日完成を使って全範囲を仕上げる、これが大切になります。えー、宅検業法9日、法令制限は6日、権利関係をなんと12日、税その他を3日間で終えるように作っておりますので、30日で終わるんですね。 えー、で、その三十日分しかないといえどもですね。結構難しい分野も取り上げてます。寝、え、定、ー、等とか、えー、開発協の強化基準、なかなか難しいことも取り上げています。三、え、十、ー、日ですね。なんか、それで足りるのか、心配いません。まず、これを抑えてください。 であの知識があるだけじゃなくてです、ね、すカサジョチェック、Q、Q&A というのが入ってるんですね。つまり、こういう問題が出るよって、なんつ、ね、うんで誤ってるんですけど、間違いやすい問題を入れてますんで、あのその、引っかけとかのパターンをつかむことができるんですよね。これによって、あのですね、知識の定着と、引っかけ問題対策ができます。うんで、所詮ですね、これは結構効果あるんですよ。 あのなかなか一つしかなくてです、ね、勉強が進んでないとです、ね、ついつい焦っちゃうんですねで、焦ってくるぐらいだったらば、あの手を動かしたほうがいいです、でその30日間成を移す,、ね、すということで,です、ねえー、力がついていきます。で、まずこの覚えようというのがあるんですね、これをしっかり押さえて、移してみてください。で、分、ね、かってるところはいいんですが、そうでないところ、不安なところを移すことによって力がつきます。 その上で補足説明を読んでみてください、えー。1日分、これ13ページぐらいあるんですが、だいたい2時間で、まあ、打つことも含めて終了できるはずです。1日4時間勉強するんだらですね、15日でこれ仕上がるということになりますので、30日あれば2回転できるわけですね。短期間で全範囲を網羅できますから、知識の再確認やですね、逆転の切り札として使います。ぜひご活用ください。 で大切なのはですねあの、合格を信じて勉強を続けることなんですね。んなんでしょうね、あのスランプだとか、それから、あのー、今までやってこなかった、そういうことを言ってもしょうがないんです。自分は合格できるんだ。こう信じて勉強を続ける。所詮達見ですから、勉強を続ければ必ず合格できますよ。諦めない、言い訳しない、この精神で頑張り続けてください。勉強を続ければ必ず合格できるんです。合格を信じて頑張りましょう。 スッキリ卓堅シリーズがあなたを支えます。この30日完成もそうですし、合わせてね、あの今まで勉強してなかった方もスッキリ解ける、やっていただければ大丈夫です。うんね、詳しいこと知りたければスッキリわかるが、えー、より詳しい解説をしてくれます。スッキリシリーズを使うことで合格、必ずできます。試験までの期間ですね、うん、焦ってもしょうがないわけですよ。時間がないと嘆いてもしょうがない。うん、ベストを尽くしましょう。30日完成を使って有意義に過ごせば必ず合格できます。 今までサボってたとかですねあのあのスランプだとか嘆いてもしょうがないです自分の合格を信じて勉強を続けてください合格目指して頑張りましょう